はい、YouTube ご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。はじめまして、またはじめまして。そうでない方もよろしくお願いいたします。本日はですね、なんすかこれ。コードルシーです。ここはなんかありました。いや、布団とかありました。もうないけど。はい、もうないけど。ね。こっちはこうだからだけど。あ、本当だ。あるあるある。あ、夜分遅くにすいません。あ、いえいえいえ、とんでもないですよ。僕もね、これ不動産屋に話をつけたばっかりだったんで、まさかこういう形でね、ちょっとびっくりしました。あの家で何か不思議な体験されたって不動産屋の方からまあいろいろ聞いたんですけど。ああ、そうですね。まあ、なんていうか、どこから話そうかな。ご家族は何人で住まれてたんですか？あ、家族はですね、あの家は、まあ、最終的にはうちのその親父一人だけだったんですけど、もともとはもう僕も住んでたし、兄弟の二人僕の下にいたんですよね。うん。まあ、それとね、お母さんがいましたよ。ただ、実はですね、僕が5歳くらいの時に、お袋は病気で他界してしまったらしいんですよね。うん。ちょっと、だから僕の中では、親父一人に育てられたっていう、そういう感じですね。親父がどうしても留守でってなった時は、おじいちゃんばあちゃんの家にね、預けられたりっていうのがありましたよ。ちなみにお母さん方の方のご親族の方とかも付き合いはあったんですか？いや、それがですね、うちの親父は、だから向こうの、ご親族とあんまりいい付き合いしてなかったみたいなんですよね。なんかすごくね、お金を毎回貸してくれ貸してくれって言うんで来てたらしいんですよ。でも親父はきっとおふくろのことすごい好きだったみたいで、ね、ちゃんともうその都度お墓参りもしてたし、毎日こうね、お線香をあげてたりもしてたんで、僕がこの家にいるときはね、うん。時間が経つことによって、まあ、僕も自立して、僕の兄弟も自立して、それでお父さん一人になってたんですよ。ある日突然、ちょっと話があるから家に来てくれって言われて行ってみたら、俺、死後離婚したからって話してたんですよ。離婚っていうか、もうだってこの世にはね、いないわけだし。その後、実は親父は、再婚したんですよ。そう、死後離婚して、何歳ぐらいだろう。俺とか兄弟よりも、全然若い、もうそれこそ本当に派手なね、若い女の子を連れてきたんですよ。しかも連れ子を連れてきて。連れ子連れてきて何歳だったっけな ?5 歳とか、それぐらいだったかな。あの家にだから、その若い奥さんと連れ子と3人で住み始めたって話だったから、まあ、あんまり実家だった家に行けなくなっちゃったんですよ。だから死後離婚したりって実はそれもあるんじゃないかなって思ったんですよ。
再婚したんだけど、その若い奥さんとは結婚解消しちゃったみたいで。まあ、その理由っていうのが、お子さんが、まあ、その命を落とした理由っていうのが、どうやらうちの親父がちょっと目を離した隙に、まあ、階段から落とした、それが原因だろうみたいな感じで、すごく言い争ったらしいんですよね。で、そのちっちゃい連れ子のお子さんはすごくうちの親父のことが気に入ってたみたいで、で、うちの親父もね、その連れ子のお子さんのこともすごく好きだったみたいですよ。それで2回目の離婚をしたそうです。それからもう体調がどんどん悪化していっちゃって、家で結構寝たきりのね状態が続いたんですよね。で、1階で自営を営んでたそのまあ料亭も営業をしなくなっちゃって、そうなんですけど、最後の方は、その、僕の嫁が、まあ、結構ね、言ってたんですよ。うん、もう具合が悪くて、もうずっと寝たきりになってからは。ただ、なんか亡くなる数日前ぐらいまで、呪文なんだか寝言なんだか、そんなようなことをずっとブツ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 言ってたみたいですよ。それが何なのかはちょっと僕も気になりますね。まずは、まあ、僕と家族で片付けをし始めたんですけど、やっぱどうしてもね、実家の荷物ってね、なかなか片付かないですよね。で、片付けをし始めてた時だったんですけど、なんかの視線を感じる。子供のね、はしゃぐ声だったり、走り回る音。何なのかなって気になります。うん、ちなみにあれです。それは、一部の部屋じゃなくて、全部の部屋で聞こえるんですよね。それがなんか異常なんですよね。それで片付けしようのが集中できなくなっちゃって、子供の声がするって言っても、まあ近くには駅が近かったり、学校もあるんで、それかなって思ったけど、夜中でもそういう音がするから、ちょっとね、僕的にも何かあるかなって思ってるんですよ。だから、本当に重要な荷物だけをちょっと抜いて、そのまま不動産屋に渡しちゃおうっていうんで、家族会議で決めて、それで不動産屋に、まあ、話をつけたところだったんですよ。っていう感じなんで。まあ正直別にね、この件については、ただそうに思うだけで、もう土地売っちゃえば、まあどっちでもいいかなと思ってました、正直。はい。ただもし、せっかくなんで、もしそういう映像を撮れたらちょっと教えていただきたいなって思いました。ただ、不動産屋と話をつけたって言っても、実はまだ1階と2階の一部の部屋はまだ出せてないところがあるんですよ。はい。ちょっとそこだけはまだ取らないでください。僕にやるって言われてるのか、ここらしいんですよね。これや、見たら場所にありますね。
んとしてるけどさ、何何あれ、ここなんかさ、影え、ここに前ベッドがあって、それがすごい染みついてたらしいです。こっちもね、なんか幽霊の目撃情報があったと。姿、何か映ってそうですね。これなんか、すげえかと思ったらアルコールって書いてありますね。まだ入ってる。賞味期限が消えちゃってますね。この家主のかどうか、だって〇〇方だったんだ。今度はちょっとゴースト中で繋いでやってみます。すいません、どなたか近くにいらっしゃいますか？なんとか僕の足音しかね、響いてないですね。お、だんだん電波が通ってきました。ちょっとライトつけよう。すいません、どなたかいらっしゃいませんか？消えちゃったな。今でもこの家で何か思うことってありますか？僕ちょっとあなたに会いに行きました。何も話したいこととかないですかね？
たはまだ生きてる実感ありますか？このベッド周り。はい、やっぱ近くにいるのかな。それとも僕の後ろに今いますか？僕はあなたの味方です。ここを荒らしに来たわけじゃないです。いきなり訪れてすいません。あなたと話しに来て、これを録画しに来ました。で、これを撮ったらご家族の方、親族の方に伝えて僕は帰ります。なのでよかったら姿を現してください。ちょっとすいません、見えないんですよね。今怒ってますか？どうしようかな。やっぱ心霊スポットと違ってだいぶ会話が弾むな。もうちょっと具体的に聞きたいけど、何質問しようかな。ちょっとすいません、他のお部屋の方ちょっと回ってきます。また来ます。すいません、失礼しました。そんなのめっちゃするんだけどね。すごい反応してるよ。今何、何の声？待って待って、おかしいおかしいおかしい。ちょっと上の方行きます。ここ離れることがダメですか？で、今これちょっと取らないと他の方に伝えられないので、僕側ちょっとさせてください。すみません。確かに取られたくはないですよね。はい、すみません。ただちょっとこれだけはどうしても記録として残したいので、すみません。いや、ベッドの方にいるってことですかね。でも生きてる実感があるんだよな。でもさっきの、あ、はい、わかりました。一度座ります。どうしよう、たわいもないことでいいのかな。あなたは何かされてましたか？ご家族の方はここのお父さんのことを大変お好きだったみたいで褒めてましたよ。あなたはもしかしてお父さんですか？今でも物音を立て、なんか生活してるような感じがするって言ってるんですよ。お父さんがいるような気配。
それはあなたですかね。それを皆さん知りたがってるんですよ。やっぱり確信をつくようなそういう質問するとダメなんだよな。答えられないですか。あのもうちょっとこうなんかお互いに知れたらいいなと僕は思ってますはい、あなたのこともっとよく知りたいです。よし。あ、やっぱりそうですか。じゃあお父さんってことですかね。どうしようかな。特に誰かを恨んだりとかそういうのはないですかね。もしかしたらあのここで今も生きてる実感があるんだったらそれで大丈夫です。ただもし何かそれは恨んでるとかそういうのだったらちょっと何か僕たちで改善できればなと思ってるんですよ。の部屋に、ね、やってまいりました。こちらはどなたかいらっしゃいますか。こちらにもどなたかいらっしゃいますか。反応ないですね。そうか。どなたかいらっしゃいますか。ここはあんまり痛くないですか。もしかしてついてきてたのかな。誰もいらっしゃらないですか。もう一回呼びかけます。どなたか近くにいらっしゃいますか。すいません、どなたかいらっしゃいますか。またちょっと呼びかけてすみません。反応がないな。どなたかいらっしゃいますか。こちら、ないですね、こちらも。ダメだ、もうないよ。これはでもそういうと僕だから違うか。カメラは鏡は特にないか。ん？何反応したんだ。フとかにじゃいるのかな。でもダメだ、映んないよ。また戻ってきました。どなたかいらっしゃいますか。どなたかいらっしゃらないですか。ここは反応が本当にないな。
何の音？D さん？D さん？D さん？するもんね、来てないよね。もしかしてさ、こっちにお風呂があるんじゃん。ここに何かあるのか。でもこれ行くなって言われてからちょっと行けないんですけどね。鍵もなんか古いしね。すごい普通の鍵じゃないこれ。脅かすとかじゃないっすよね。ダメだ、絶対違う。待って、今こっちから音がしたよ。えっ、何これ。なんか亡くなる数日前ぐらいまで呪文なんだか寝言なんだかそんなようなことをずっとブツ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 言ってたみたいですよ。それが何なのかはちょっと僕も気になりますね。
はい、皆さんお疲れ様です。無事にね、撮影終了して戻ってくることができました。今ね、もう朝方になりますね。はい、もう日が昇り始めてるんですけど、よくあげるまであそこにいられなかったですね。すごい気持ち悪さを感じたんで、やっぱり心霊スポットとはね、違う独特な雰囲気、怖さありますね、事故物件というのは。ちょっとね、この段階では映像を見返してないから僕は何とも言えないんですけど、現地でまあ数時間ね、まあ一応寝れたかは寝れたんかな、変な音がするまではね。うん、今回はだいぶ幽霊センサーが反応してたなっていうのと、会話がね、あの 100% ではないけど、まあ、そこそこ会話になってたんじゃないかなって思いました。はい、僕のチャンネルでは今でも生きてるような実感があるっていう風にね、オーストチームの方では言ってたんですけど、大体事故物件で現れるような例ってそういう人が多いみたいですね。ただ特になんかね、襲ってくとかやっぱそういうのはないんですよ。生活を今でも繰り返してるだけ。はい、今回はそんな感じにね、見えました。はい、ってことでね、今日の動画はここまでにしたいと思います。また皆さん次の動画でお会いしましょう。 See you。 イエイ。悪液退散、悪液退散、病原ウイルスかかる前に手洗いうがい、手洗いうがい、予防しましょう、陰陽師、レッツゴー。 Yeah 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 自粛なお